デイリーハイ2歳ステークスは日本中央競馬会が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。寄贈賞を提供するデイリースポーツは神戸新聞社が発行するスポーツ誌。聖賞はデイリースポーツ賞。阪神ジュベナイルフィリーズと朝日杯ハイフューチュリティステークスの関西圏における前哨戦の一つに位置づけられている。 1966年に3歳馬による重症競争として、デイリーハイ3歳ステークスの名称で創設され、2001年より現名称となった。第1回は、京都競馬場、芝1600メートルで施行され、施行場や距離は幾度かの変遷を経て、1997年からは、京都競馬場、芝1600メートルで定着した。 外国サ馬は1989年、地方競馬所属馬は1995年からそれぞれ出走可能になり、2010年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2017年現在のもの。出走資格、皿系2歳負担重量、バレエアサヒハイフューチュリティステイクスのステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、 アサヒハイフューチュリティステークスの出走候補場に優先出走が認められている。また、本競争で2着以内の成績を収めた地方競馬所属場にはアサヒハイフューチュリティステークスの優先出走権が与えられる。2020年の1着賞金は3800万円で、以下2着1500万円、3着950万円、4着570万円。 5着380万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第35回までデイリーハイサ,ンサイステークス。R はレコードタイム。当時の格付け表記は JRA の独自グレード。各回競争結果の出展。ありがとうございます。